ミシシッピーステートペニタンシュリー、チェンバー、凍った絆は、1996年のアメリカ合衆国のサスペンス映画。監督は、ジェームズ・フォーリー。出演は、クリス・オドネルとジーン・ハックマンなど。ジョングリシャムの1994年の小説、処刑室を原作としている。日本でのビデオ発売時のタイトルは、チェンバー、処刑室。 1967年4月、ミシシッピ州インディアノラで、ユダヤ人弁護士、クレーマーの事務所が爆破され、クレーマーの幼い子供2人が死亡する事件が発生した。事件は、白人市場主義団体、KKK の犯行によるもので、ほどなく KKK のメンバーであるサム・ケイ・ホールが逮捕された。1996年、シカゴの若き弁護士、アダム・ホールは、 死刑執行が間近に迫っている、K、ホールの弁護を買って出た。勝ち目が全くない上に弁護士嫌いの、K、ホールを担当することに上司は反対するが実はアダムは、K、ホールの孫であり事件のために両親が名字を変えていたのだ。K、ホールの息子でありアダムの父であるエディは、K、ホールに死刑が宣告された1980年に自殺。 死体を発見したのは、当時10歳のアダムだった。父の葬儀で初めて、ケイホールの存在を知ったアダムは、それ以来、事件を追求することは自分に課せられた義務のように、感じていたのだ。ケイホール自身の有罪は疑う余地がないが、当初から単独犯ではないと見られていた。もし共犯の存在が証明できれば、死刑は、免れる、可能性がある。しかし、 ケイホールは、共犯の存在を堅くなに否定していたのだ。ケイホールに面会したアダムは、ケイホールが、アダムの質問を、のらりくらりと交わし、逆に、アダムを心理的にかき乱す様子から、ケイホールが何かを隠していると確信する。ケイホールが隠しているのは何か、そしてなぜ隠しているのか。州知事の法律顧問であるノーラの助けを借り、アダムは真相に迫ろうとする。 そんな中、アダムは、ボーフエディの妹であるおばのリーから、エディとリーが、子供の頃に経験した、悲劇を知らされる。そして、その、リーの話からアダムは、機械の苦手な K ホールに、次元爆弾を用意することなどできないことに気づく。カッコ内は日本語、吹き替えロッテントマトズによれば、25件の評論のうち、高く評価しているのは12%に当たる3件。 のみで、平均して10点満点中4.45点を得ている。メトクリティックによれば、18件の評論のうち、高評価は3件、賛否混在は14件、低評価は1件で、平均して100点満点中45点を得ている。フェイダナウェイが本作と、レッツ、チェックインの演技で、第17回ゴールデンラズベリー賞の最低女演女優賞に、 ノミネートされた。なお、受賞したのは、狼たちの街のメラニー・グリフィス。ありがとうございます。